ロイヒ、またはロイヒミヤマとはアメリカ合衆国ハワイ島からおよそ3 5トル南東沖にある活発な海底火山である。山頂は地球上最大の縦上火山であるマウナロア山の中原海面下9 7 5ルに位置している。ロイヒとはハワイ語で長いを意味する言葉である。ロイヒはハワイ天皇ミヤマ列の中で一番新しくできた 火山である。ロイヒはハワイ諸島を構成する火山列の中で形成された年代が最も若い。ハワイにある火山の成長史の中で現在のロイヒは幼年期に相当する。2012年の現時点ではロイヒ以外に幼年期にあたる火山はハワイ諸島の火山の中では発見されていない。ロイヒは海底部くで火山島へと成長しつつある海底火山であると言える。 ロイヒは約40万年前に形成を始めた。今後1万から10万年ごごろになれば海面上に姿を現し始めるだろうと予測されている。ロイヒは深海底から飛行3000メートル以上にそびえ立っている。この高さはセント・ヘレンズ山が1980年に起こした破局的な噴火で低くなる前の海抜標高に匹敵しているか、それを追い抜くほどになっている。 今のところ、山頂は海面下975メートルに届いている。ロイヒ山頂周辺の熱水噴出口には、多種多様な微生物群が生息している。ロイヒは、地球最大の縦上火山である、マウナロア山の中原に存在している海山である。この火山は、ハワイホットスポットが生み出した、長大なハワイ天皇宮山列を構成する火山の中で最も若い火山である。 形成年代が古いマウナロア山とロイヒとの山頂間の距離はおよそ 80km である。この距離は偶然にもハワイホットスポットの直径と一致している。ロイヒの頂上部は3つの河口があり、それぞれ山頂直下から北方向に 11km、南南東方向に 19km の長さにわたって割れ目帯が伸びている。 三つの頂上河口は、それぞれ西河口、東河口、そしてペレ河口と名付けられている。ペレ河口はこの中で一番若く山頂の南部にある。ペレ河口の河口壁は200メートルの高さで立ち上がっている。これは1996年7月に、その前身であるペレ噴出口が陥没して形成された。ペレ噴出口はロイヒ山頂直下にあった。 熱水噴出領域であった。ペレ加工の壁が驚くほど分厚いことは、これらの加工は過去に何度も溶岩で満たされたことがあることを示唆している。この加工壁は平均して20メートルの幅がある。突起すべきはこの厚みで、ハワイの陸上によく見られる加工と比較しても異常なほどである。ロイ周辺の水深測量で得たデータから起こされた水深図や印の先は、 ペレカ工を示す。ロイヒには南北方向に伸びるリフトゾーンがある。これが宮間特有の南北に細長く引き伸ばされた形を作る元になっている。それゆえ、この海底火山の名前はハワイ語で長いを意味するロイヒと命名されたのである。北リフトゾーンは長い西の分子部と短い東リフトゾーンからなっている。観測結果から南北両方のリフトゾーンには 海底の堆積物が積もっていないことが明らかになっている。このことから地質年代的にごく近い時期に火山活動を起こしたことを示している。北リフトゾーンのボーデブは3つの60、80メートルの塩水型をした高まりをうちに含んでいる。1970年までロイヒは太古の昔に活動を止めた火山だと考えられていた。海洋低拡大に伴い、 太平洋プレートに乗って、あたかもベルトコンベア状に乗せられた小包みのようにして、生まれた場所からはるか離れた、この地まで運ばれてきたのだと思われてきた。ハワイ諸島が下に敷いている海洋堤は、東太平洋海防で作られてから8000万年から1億年経っている。太平洋の海洋堤拡大軸で、マントルからマグマが湧き上がっては噴出してできた新たな海洋近くは、 拡大軸から離れる方向へ動き続けている。そのような長期間にわって、ハワイの下の海洋艇は、東太平洋海防から6000キロメートル西に行った、現在の位置まで旅をして、古代の海山を運んできたのだと思われてきた。ロイヒが、ハワイ天皇宮間列の正式なメンバーであると、判明したのは、1970年、ハワイ東沖で起きた、群発地震を、 科学調査した時である。ロイヒの山頂加工の年齢パターンは、ロイヒ自体がハワイホットスポットの真上にあった発生地点から動くにつれて、火山活動の中心をゆっくりと東に移らせているということを確証させた。ミヤマの 3D、CG レンダリングロイヒは海底から3000メートル以上もそびえ立っている。しかし、未だその頂きは、 海面よりも975メートル下にある。ロイヒは約5度の傾きのある海底で形成された。マウナロワの中原にあるミヤマの北側の基盤は海面下1900メートルにある。しかし、その南側の基盤はさらに深いところ、海面下4755メートルの深海にある。それゆえ、山頂はミヤマの北陸を基準にして測ると931。 メートルの飛行があると言えるが、難読を基準にして測ると3786メートルの飛行があると言える。ロイヒはハワイ型の火山の成長段階をたどる途中にある。それはハワイ諸島に所在するすべての火山に典型的なものである。ロイヒの溶岩からの地球科学的な知見は、溶年期から縦上火山期への過渡期にあるということを示している。この火山は、 ハワイにある火山における初期の発達段階の研究についての価値ある手がかりを提供してくれている。ハワイの幼年期の火山は、急峻な山裾があり、火山活動は低調で、アルカリゲン岩の溶岩を噴出することが分かっている。火山活動が長期間にわたって継続すれば、現在ロイヒ・ミヤマの存在する海域がやがては、火山島になるだろうと期待されている。ロイヒは、数回にわたる、 海底地滑りを経験している。海底火山が上へ上へと成長することは、その斜面を不安定な状態にする。実際に、山体崩壊によって堆積したと思われる広大な、寒斜面が急峻な南東斜面のもとに存在している。他のハワイにある火山で採取された同様の堆積物は、ハワイの火山の初期の成長段階にとって地滑りによる、岩節は重要なものであるということを示している。 ロイヒは今後1万年から10万年以内には海面に顔を出すであろうと予想されている。ロイヒから採取された岩石標本の年代を特定するために放射年代測定が使われた。ハワイ火山学センターは数回の学術調査を目的とした公開で記録されたサンプルを試験した。特筆すべきは1978年の17回もサンプルをさらい上げるのに成功した。 調査公開であった。ほとんどのサンプルは古代にその起源を持つように思われた最も古い記録が残された岩石は30万年前のものであった。1996年イベントを受けて作られてからそう年代を経ていない火山砕雪岩数個も採集された。サンプルをもとにして科学者チームはロイヒの生成年代を今よりおよそ40万年前であろうと推定した。 三体は、規定部では1年あたり平均して3 5トル長部では7 8ト、mm、ルの割合で積み重なっていた。もし、例えば、キラウエア火山のような他の火山で得られたデータモデルがロイ比でも当てはまるとすると、火山の重量の40%が最近10万年以内に形成されたことになる。リニアな成長モデルが当てはまると仮定すれば、ロイ比は、 形成開始から25万年経っていることになる。しかしながら、すべてのホットスポット火山と同様に、ロイヒの火山活動レベルは、時間が経過するとともに増大したと考えられる。それゆえ、このような火山がロイヒの規模に達するまでに、少なくとも40万年はかかったと考えられる。ハワイ諸島の火山は、北西方向に、年間10センチメートルの割合で引きずられているので、ロイヒは、 海底で初めて噴火した時には現在地より 40km 南東にあったはずである。ロイヒは地質学的には形成年代が若く活発な火山活動をしていることが顕著な。しかしながら近くにあるキラウエア火山より火山活動は激しくない。過去のある短期間にはロイヒで数回にわたる群発地震が発生した。 その中で最大のものは下記に示す表中にまとめられている。現在では、この海山の火山活動は、火山によって引き起こされる地震が1959年から収録されている地震計での記録波形を遡ることでも研究が進められている。ロイヒで起こる大抵の群発地震は一度始まってから2日間以内に収まってきた。 うち2件の例外は数ヶ月にも及んだ1991年から1992年にかけての地震及び1996年の噴火事象である。これは短期間で終わったが論文に取り上げられる群発地震の中で一番を多く研究されている。両方の地震とも山腹から始まり山頂にかけて広がっていくという決まった地震か 1996年イベントは自律的海底観測所で直接観測されていた。これにより科学者にとって震源は山頂直下 6km から 8km までの深さにあると判明した。この場所はロイヒのごく浅いマグマだまりに近い位置である。この計算結果からはロイヒで起こる群発地震は火山に起源を持つものであるという証拠になった。 1959年からロイヒで詳細に記録された低レベルの地震活動により2回から10回の地震が山頂で起こっていることが突き止められた。群発地震のデータはロイヒを構成する火山岩が地震波をどのくらいよく伝播するか及び地震と噴火の関係を調べるために使われた。この定常な地震活動は100回ほどの地震で構成された。 大規模な群発地震により周期的に中断されていた。大部分の地震の震源域は山頂近くには分布していなかったが、北から南へと震源域の分布が伸びる傾向があった。むしろ、強いて言うならば、ほとんどの地震はロイヒの南西部で起きていた。1971年、1972年、1975年、 1991から1992年、1996年の期間にロイヒで記録的な最大規模の群発地震が発生した。強烈な地震が集中して起こる場所はロイヒの周囲3 0トルからハワイ島の南岸にかけてである。マグニチュード2以下の地震イベントは頻繁に記録されるが小さい地震の震源の位置は的確に検知できないでいる。これとは、 対照的に大規模な地震の場合は、震源が正確に特定できる。実際のところは、ロイヒの中原に設置された符号が、ハワイ火山観測所の地震ネットワークで、記録されたよりも10倍の頻度で地震を記録している。ロイヒで記録された最大規模の活動は、1996年の7月16日から、同年8月9日にかけての群発地震。 その数4070回を数えたものであった。この一連の地震は現在までにハワイにある火山で取られた地震記録の中で揺れの強烈さと回数の双方において、ほとんどの地震はモーメントマグニチュードにして M3.0 未満の規模であった。マグニチュード3.0以上のものは数百回、その中でも40回以上は M4.0 以上であり、 M5.0 を記録した微動もあった。群発地震の最後2週間は1996年8月に発足したクイックレスポンスクルーズによって観測されていた。アメリカ国立科学財団はハワイ大学のフレデリック・ケード・エネビア率いる科学者チームによる探査のために研究費を交付した。この学術公開はロイヒの資料採取と火山活動の解明を目的とし、 1996年8月から続いた一連の群発地震及びその起源を徹底的に調べるために始められた。科学者たちの想定は研究の大半を占め何回となく繰り返された学術公開で構成され、また仮説の裏付けとなったフィールドワークに基礎を置いていた。ロイヒに対する追跡調査が行われた。その中では8月と9月に 有人潜水艇パイシーズ号の投入も行われた。これらの調査は非常に多くの海岸を基本とした研究により不足した箇所を増補された。調査公開の間に採集された新鮮な岩石により群発地震の起こる以前に噴火が起こっていたことが明らかになった。8月に実施された潜水調査は1996年9月から10月に かかけてノアが資金援援助したた研究から支援されたこれらの細部にわたった研究で、現状では、ロイヒ山頂の南端が陥没していることが明らかにされた。火山自体からマグマだまりへと稼働を満たすマグマが、急速に交代したこと、及び、群発地震との両方によって引き起こされたもので、あろうと考えられている。差し渡しが 1km。 深さが300メートルの火山岩海でできた山頂河口が作られた。この1996年イベントは100ミリオン立方メートルの火山噴出物の流出を伴っていた。山頂にある10平方キロメートルから13平方キロメートルの領域がバス並みの大きさの枕状溶岩で置き換えられ岩の塊がゴロゴロしさながら海中の枯れ状の様相を呈していた。 巨岩は新たに形成された河口の外縁一帯に不安定な状態で止まっていた。1996年イベントで緊急調査する以前山頂南端にあるこの場はペレ噴出口と呼ばれ。しかしそこは完全に崩落、陥没して巨大なくぼみを形作り地名をペレ河口に改められた。海底火山南端にできたばかりのピットクレーターに海水が流入し、 有利した無機塩類やバクテリア代謝物と混じり合い、ロイヒ山頂の生塩から流れ出していた。その結果できる流速が非常に強い海流は、この海域への有人潜水艇による調査を非常に危険なものにしていた。研究員たちは、噴煙のような硫化物や硫酸塩の濁りが絶え間なく、もうもうと立ち込めているのに遭遇した。 ペレ噴出口が突然崩壊してしまったことで熱水噴出口生成物が莫大に放出されていた。混合物の中にある特定の指標鉱物の存在は熱水の温度が摂氏250度を超えてしまったことを示唆していた。この記録は海底火山で見つかった熱水噴出口の水温の現在まで残る最高記録である。 ロイヒの熱水に含まれている物質の構成は、ブラックスモーカーから出てくる熱水を構成する物質と同じであった。ブラックスモーカーとは、中央海嶺の周囲にある熱水噴出口の一種であり、濁った熱水を、あたかも工場や、銭湯の煙突から吐き出す黒煙のように、噴出し続けるものである。熱水噴出口からの物質が堆積して、 マウンドのようになった小山から得られたサンプルは、ホワイトスモーカーから得られたサンプルとよく似ていた。いくつかの研究は、火山学的にも、熱水活動的にも一番活発な地域は、南リフトゾーン沿いに所在することを論証してみせた。それほど、活動的ではない北園での潜水調査において、その地域での微小地形はやや安定していて、中上節理が発達していることが分かった。 新たにできた熱水フィールドは、アッパーサウスリフトゾーンの深さ1325メートルの場所に位置していた。1996年イベント以来、ロイヒはそのほとんどの期間を静かにして過ごしていた。2002年から2004年にかけて、全く地震活動が記録されていなかった。2005年、再び、その改ざんは、火山活動の兆候を示し、 そこで記録された他のどのような地震よりも大きな地震を起こした。ロイヒでそれぞれ5月13日に M5.1、7月17日に M5.4 の規模の2回の地震が発生した。ユスグスアンスはこれらの地震を記録していた。両方とも震源の深さは 44km であった。4月23日、深さおよそ3 3トルの場所で M4.3。 の地震が記録された。2005年12月7日から年が明けて1月18日にかけておよそ100回の群発地震が発生した。記録されたうち最大のものは、モーメントマグニチュードにして4の規模であり、深さ1 2トルから2 8トルにかけて発生したものだった。その他の地震では、後にロイヒとハワイ島南岸のマチパハラのほとんど、 中間地点で記録された M4.7 の地震がある。探検の年表後にロイヒと名付けられることになる東海山が世界で初めて海図に書き込まれたのはサーベイチャート4115に記載されたものである。1940年にアメリカ国立沿岸測地局によって編纂されたハワイ州沿岸の海底地形図に記載されている。当時はその海山は 特別に記述すべき事項が何もない、その海域に無数に存在する名もなき三山のうちの一つでしかなかった。1952年に宮山周辺で発生した巨大な群発地震のおかげで、科学者からの科学的な関心が向けられるようになった。同年、地球科学者のゴードン・エイ・マクドナルドは、その海山が現実に活発な噴火をしている海底火山であり、 ニザのハワイ島の火山であるマウナラワやキラウエアと同じような縦状火山ではないかという仮説を立てた。マクドナルドの仮説は海山をハワイホットスポットが生み出したハワイ天皇宮レ列の一番若い火山と位置づけていた。しかしながら地震は火山性の地高帯とも言うべきリフトゾーンの走る方向である東西の方角に向かっており、 また宮間から離れて設置した地震計が火山性微動を検知しなかったために、マクドナルドはこの地震を断層がずれ動いたために起きたものであろうと考えた。彼は地震の発生源が火山噴火にあるとは考えなかったのである。地質学者たちはその海山が活動的な海底火山ではないだろうかと疑わしく思っていた。しかし、その確証がなかなか得られず、 不確かなままで放置されていた。この海山が現在でも活動する海底火山であるとの説は1952年イベントの後でほとんど否定され、その後に観光された海図にはかなり古い火山性の地形ウォールダー、ボルキャニックフィーチャーとしばしば誤って表示された。1955年に地質学者のケネス・オー・エメリーはこの海山に名前を付けたと言われている。彼は この海底火山が南北に長く幅の狭い外形をしていることから、ハワイ語で長いを意味するロイヒという言葉をとって、この海山に名前を付与した。1978年、ロイヒのある海域の周囲や内部で起こる群発地震として知られている強烈で再帰性のある地震活動を調査するため学術公開が行われた。ヤ山の観測をしたところ、 火山が活発に熱水を噴出しているのはもちろん、その表面が全面的に新旧織り混ぜた溶岩流で覆われているということが判明した。集積されたデータから、ロイヒが若くもしかしたら今でも活動している火山かもしれないことが明らかになった。もはや太古に活動し今では活動していない。言うなれば、海底子火山とみなすことは不可能に近かった。 海洋調査船海未海オカナロ、蓄電蓄動の深海探査艇パイシーズ V を浸水している一場面を映す。R.V. コックは、ハワイ海底研究所に所属する支援母船である。1978年、米地質調査所の調査船は、ロイヒが現在でも活動するか否かを調べるため、そこさらいで得たサンプルを収集し、ロイヒミヤマ山頂を写真に撮った。 写真の分析と枕状陽岩の岩石標本の試験を行ったところ火山から噴出した物質は新鮮な噴火してからそんなに年月が経過していないことを示しているように思われた。ロイヒが未だ活発であることを示すさらなる証拠が得られたのである。1980年10月から1981年1月に かけての調査公開ではさらに多くのサンプルをさらやげ、何十枚にもわたる写真を撮影し、さらなる証拠がもたらされた。研究から噴火現象はリフトゾーンにあるクレーターの南部から始まるということを示していた。この海域はロイヒにマグマを供給する源であるハワイホットスポットのすぐそばである。1986年の群発地震を受けて、 オボース五台で構成されたネットワークをロイヒ周辺に1ヶ月がかりで設置した。ロイヒでは頻繁に起こる火山整備道はオボによる実震学の研究にとってまさにおあつらえ向きの好環境だった。1987年、潜水艇アルビン号がロイヒの多角測量に使われた。その他には、 1991年に群発地震を追跡するために自立観測機が設置された。潜水調査でもたらされたロイヒにまつわる大部分の情報は、1996年の噴火に即座に応えてくれた。地震活動を報じられた直後の潜水調査では、海中に放出された鉱物が高い濃度で海水に混じっていて、大きなバクテリアマットがちぎれて欠片になったものが、 水中に漂っており、視界がとても悪くなっていた。海水中に溶け込んだ栄養塩類を餌とする微生物たちは、ペレカ港にできた熱水噴出口ですでにコロニーを作り始めていた。ペレカ港は、そこで以前にあった熱水噴出領域が陥没してできたものである。これらのバクテリアは新しく形成された熱水噴出口から放出された物質がなんで、 あるのかを示すインジケーターになるかもしれない。さらに詳しい分析を研究室で行うため、それらは注意深くサンプルされた。オぼは一時的に山頂に設置された。もっと高級的な観測ができる機器類が設置される時に取り外しが簡単にできるようにしてあった。マルチビーム音響促進機を繰り返し使う海底測量が何度も行われた。その成果を利用して作られた。 海底地形図は、ロイヒ山頂が1996年の陥没前後で、どのように変化したかを測るために使われた。熱水プルームの調査では、エネルギーの変化、及びロイヒから放出されている溶存ミネラルが確認された。ハワイ海底研究所所有の2000メートルまで、先行可能なパイシーズ急進海探査艇、パイシーズ V のおかげで、研究者は、 噴出口から出てくる熱水及び噴出口周辺に住む微生物や熱水交渉の標本採集が可能だった。オレンジ色の岩の上に設置された一台の小さな箱状ロボット応募。1997年ハワイ大学の研究グループが応募をロイ・ヒミヤマの頂上に設置した。その水中観測ロボットはハワイアイアンダーシージョバロジェクル・アブザーバトリのアクロニムを とって、フゴと、あだ名が付けられた。フゴは、海底をはわせた光ケーブルで 34km 離れた海岸にある操作表示部と繋がっていた。このおかげで、科学者は、リアルタイムでロイヒの現況についての振動、科学、画像の各種データを得ることができた。この段階で、フゴは、海底火山についての研究を深める上で欠かせない。 国際的な海底火山研究所となった。1998年10月、フゴに電力を送り続け、核データを伝送してきた海底ケーブルが切断されてしまった。このことは観測所が事実上閉鎖することを意味していた。翌年の1月19日、フゴはパイシーズ v の訪問を受けた。この観測ロボットは2002年に 再び機能不全を来たすまでの4年間にわたってその役割を果たした。2006年から毎年10月になると、アメリカ国立科学財団から資金提供を受けたおよびマイクロビアルアブザーバトリ、プログラムがロイヒの微生物の調査を目的とした現地への公開を主催してきた。第1回目は、R、V メルビルおよび導船に支援される潜水艇ジェイソン、 2を利用しての9月22日から10月9日にかけて行われたものだった。これらの公開では、鉄バクテリアをはじめとしたロイヒに生息する多数の化学合成生物について研究をした。ロイヒで広い範囲に分布する熱水噴出口は高濃度の CO2 と鉄イオン、低濃度のイオーブンで特徴を付けられる。ロイヒ周辺に現れるこのような傾向はフィブと呼ばれる。 鉄酸化細菌にとって生育に最適な環境になる。摂氏160度の熱水が出る噴出口で繁殖した微生物マット。はめ込み写真にバクテリアの電子顕微鏡写真を示す太平洋のほぼ真ん中というロイヒの位置及び熱水噴出システムが長期間存在していることは微生物の生態系にとっての豊かなオアシスが育まれるのに 多大な貢献をしている。広大な熱水噴出地域は、ロイヒの加工堤や北斜面、ロイヒ山頂周囲で発見される。活発な熱水噴出口は1980年代後半に初めて見つかった。これらロイヒで見つけられる噴出口は、中央海嶺にあるものと見分けがつかないくらいよく似ている。両者の間では、 構生物が類似し、違いがあるといえば吐き出す熱水の温度ぐらいで、両者はほぼ同一と言っていいものである。ロイヒ山頂には2箇所の一番活動的な熱水フィールドがある。ペレカ港よびカポ噴出口である。これらイ大熱水フィールドは、ハワイ神話に出てくる神々であるペレとその島イカポに、ちなんで名付けられた。これらの噴出口から出てくる水は、 摂氏摂氏30度程度しかないため、これらは低温噴出口であると考えられている。1996年噴火でペレカ港が形成されたことにより、この噴出口は高温噴出口に変わってしまっていた。1996年噴火直後に出口の熱水を測ったところ、摂氏摂取77度を記録したのである。熱水噴出口群は、 海面下1100メートルから1325メートルにかけての深度に存在する。また、水温は低いものでは摂氏摂氏10度から高いものでは摂氏200度になるものまで存在する。熱水噴出口からの熱水は CO2 と FE を高濃度に含有し、対照的に硫化物イオンを低濃度で含むことで特徴づけられる。 酸素濃度と pH レベルが低く保たれていることは、吹き出す熱水が鉄イオンを高濃度に含むことの助けになる重要な要素である。これらは、ロイヒが他の熱水交渉とは違う特色のうちの一つである。これらの特徴は、フィブとも呼ばれる鉄バクテリアにとって、繁栄に最適な生育条件を生み出す。これらの種の例にプロテオバクテリアモン。 ゼータプロテオバクテリアズナを構成する一家一族一種の細菌であるマリプリファンディスフェロフシディンズが挙げられる。ロイヒにある熱水噴出口の上へと伸びた煙突のようなものを構成する物質の組成はブラックスモーカーと同じである。それらは古細菌をはじめとする高熱菌などの極限環境微生物の住みかである。次の2年間がかりで観察された鉱物の酸化と 妖怪現象の結果は、硫酸塩鉱物は、簡単に分解されてしまうことを示唆している。微生物マットの多様な微生物の群落は、ペレカ工の底の大部分を絨毯のように覆い、また、熱水噴出口を取り巻いている。ノアが、西太平洋とハワイ研究のために設立した研究センターである、ハワイ海底研究所は、熱水システムを監視し調査しており、 ロイヒ固有の微生物コミュニティについての研究をしている。1999年、アメリカ国立科学財団は、ロイヒ周辺に住む極限環境微生物のサンプリングを目的とした、東海域への調査公開を資金面で支援した。微生物マットは、摂取摂取160度の熱水噴出口を問い、サンプルは NSF の海洋バイオプロダクト工学センターで、 研究するために採集された。2001年、パイシーズ V は、その有機体のサンプルを収集し、研究のために、会場へ送り届けた。ノアのアメリカ国立海底研究センターと、NSF の海洋バイオプロダクト工学センターは、ロイス周辺にしか生息していない、高熱性個細菌を呼び、細菌の採集、研究をするために、 お互いの弱点を補完するなどの協力をし合っている。鉄酸化バクテリアの採集を目的とした第4回目の研究公開は209年10月に行われた。ロイヒ周辺の海中を主な生活圏とする海生生物は火山活動がロイヒよりも活発ではない他の改ざんほど生物種に満ち溢れているわけではない。ロイヒ周辺に生息する魚類では暗光化の一種及び ホラーナゴ科の一種の魚がこれまでで見つかっている。この海域で確認された無脊椎動物はここの熱水噴出口に固有な生物種2種が含まれている。オハラエビ科の一種、トウロオハラエビ、そしてシボグリの無科の動物の仲間である。1996年イベントの後の先行調査ではエビ類もワーム類のどちらもが発見できなかった。 海底火山の噴火がこれらの種に持続的な影響があるかどうかは、これからの知見が待たれるところである。1982年から1992年にかけての10年間、ナープハワイ海底研究所にいる研究者は、深海探査艇の窓の外を泳ぐ魚の写真を撮影した。これらの魚類は、ロイ・ヒミヤマ、ジョンストン島、及びクロス、 三山周辺の深さ40メートルから2000メートルにかけての深さを生息域にしているものであった。ロイヒで特定された少数の種にはハワイで新しく記録された目撃例になったものがある。その中には不参考家の本不参考、それにセレビスモンクフィッシュが含まれている。ありがとうございます。